ボンジョーノあちゃんです。めっちゃ寝舞台ね。休み明けはやっぱ寝舞台ね。っていうか、あ、携帯忘れてきた。もうね、今日は月曜日朝、まだ7時過ぎやねんけどもね、今日はもうね、月曜日でね、今日はもう、当分休みやねんけど、日川はまだ今日は学校なんでね、ちょっと朝起きて、あちゃんさっき起きてね、もうね、パソコン触ってんね。最近も朝食べへんからね、ヨーグルトだけなんで、もうヨーグルトは食べ終わったよって言ったんで、あっちゃんの方が寝坊しちゃったよ、はい、ダメだね、子供より朝から起きてくるのは。よいしょ、ではいただきます。昨日はね、ちょっとね、夜遅くなっちゃってね、なんか、眠れへん。待って、まあ、ホットミルク飲んでね、ちょっと、癒やして寝てんけどね、ベッド入ってから1時間ぐらいでやれへんかって。なんか、2時間ほど経ったら、ふって目が覚めてね、なんでか知らないけど、目覚めて、もしかしたら携帯がブルってたんかもわからへんよ。なんか通知来たかもわからへんけど、もう寝ぼけとって見えへんかって、寝はまあ寝てんけどもね、3時間ぐらいか、そのぐらいしか寝てない。なんか眠ったって眠ったって眠たいね。だから なんやろ、なんか疲れてるというのか。よいしょ、髪の毛がね、昨日自分で切ったら縮んで縮んで、今度やっぱ癖出てんな。もう癖出てんの赤いとこやな。黒が癖取れたいんだけどね。なんかね、今日ちょっとね、岡山行こうかなと思ってね。で、いろいろ考えてんねんけどもね、なんかこうだんだんね、食材はこだわるようにはしてんねんけど、それでやっぱりね、節約っていうのは食材ではやめとこうと思うとんねんけど、思うとんねんけども、何かこう削っていかないとやっぱしんどい。昨日計算しとったけどさ、究極の鳥、究極って言ったらあれやけどね、奈良の一番いいといいっていうか、いやね、いつか食べたいなと思うんだけど、一回食べたことはね、なんていうか、お呼ばれしてすき焼き呼ばれてんけどね、大和肉鶏っていうのね、それをうちでやりたいなと思うんだけど、 100g 600円ぐらいですね。だからそれをもし毎日食べた計算したらね、17万ぐらいかね、毎月1ヶ月5000円の、17万ぐらい、いやーやばっと思って。だからね、17、18万か、30日で1日1キロ食べてね、サブロク18万円。ありえへんな。まあ、普通の肉、普通の鶏やったらね、だいたい1キロ食べて、30日食べて、普通って宇田緑やったらね、200円ぐらいでしょ。何が6万円ぐらい。それでも高いっちゃ高いけどね。でも、まあその中に魚も入るからね。魚も高いっちゃ高いねんけどね、考えたらやっぱり一食ね、1000円切ることは無理でしょう。一食2000円、野菜とかね入るから、やっぱり8万ぐらいね。いつかはでもね、贅沢して、うだじゃないわ、大和肉鶏食べたいなと思うね。ちょっと見ていこうかな。まだでもちょっと用変わんな。今月の収益じゃね。あとね、牛じゃない、豚さんもね、大和ポークっていうのがあってね、大和ポークたまに食べたことはね、大和ポークも美味しいねんけどね、なかなか結局だからね、餌どんな餌使ってるか、あとどんな飼い方してるかね、
餌に抗生物質を与えてね、もう成長ホルモンってだいぶね、あの気になって使ってるのが多いんやけど、やっぱりね、飼育中に病気になったらあかんから抗生物質入れてるところが多いのよ。ウダ緑は入れてへんから安心やね。で、やっぱりね、その鳥の種類、ブロイラーとかってやっぱもう食べる用の鳥さんやから改良されてるからって言われてんねんけどもね、でブロイラーじゃない普通の、その、なんていうのかな、自撮り用の鳥、自撮り用の鳥とかし、まあブロイラーが自撮りになってる場合もあるんだけどね。でそういうのを調べていくとね、奥深い品で高いのかっていうのが分かってきてね、うん、でもブロイラーの方がね、肉質やっこいから食べやすいやつは食べやすいんやけどね、うん、髪の毛こっちに嫌やわね、まあそんなこんなでね、今日ちょっと、お買い物行ってきます。はい。お買い物行くのにまたドライブ動画撮りながら喋りながら行くと、3時間しか寝てないから眠たいからね、ちょっともうちょっと、まあ、今日お坊さん朝から来るから寝られへんねんけども、まあ、ちょっとゆっくりね、寝はせえへんけども、こうダラダラして、ね、子供送り出してからね、ダラーっとしてちょっと睡眠とっとかなね、ドライブ危ないからね、まあ気合い入れて行ってきます。まあ今起きたてやから目が覚めてへんのもあるけどね、でも3時間ぐらいしか寝へんかったら目が痛くないのよ。やっぱりね、昨日も調べとってんけど、寝てる間に血圧が下がるんやって。で起きた時に血圧上がるから一緒に眼圧も上がる、その時に首とか目が痛いんちゃうかって書いてあったから、あ、そういうことかなと思ってね。やっぱ睡眠時間ずっと短いのに急にと高いよ。そんなこんなで、今日はね、なんだろう、お買い物行って、ちょっと、お買い物ちょっと今日ね、行ったことないお店行こうかな思ってね、オーガニックなもの売ってるかどうかっていうのでね、いろんなスーパーちょっとチェックしてこようかなと思ってねけどね、だから、やっぱり、ね、お肉とかどういうのこだわってんの、まあ、近鉄百貨店とか成城石井とか行ったらいいねんけど、八木駅のとこにあるんだけど、あそこね、なかなかいつも行くとこじゃないしね、まあ、ちょっと一回見てくるっていうのもいいのかも、リサーチするのもいいのかわからんけどね、いつかまあ行かなあかんねんけど、一回行ってみようと思うね。今日はまだわからへんけどね、早めに免許の更新とかなね、そろそろ、まあ2月3月言うとるけど、もう2月の頭でしょ、あと1ヶ月ちょい、3月までには行かなあかんから、それまでに散髪とかしたいな。ね、こんな髪型で写真撮るの嫌だわ。その免許証3年間使うからね。ってことでね、今日のあっちゃんの壮麗動画、ほんまの夏だやで。めっちゃ眠たい。久々にヘアアイロンかけようかな。はい、ということで今日のあっちゃんの壮麗、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。まだ時間大丈夫だな。上司を送り出して、もう一回横になろう。